小倉諸兵明治10年8月18日は、日本の武士、官僚、思想家、大学南校小社長、大学県大、進む、大倉省七党出資。通称は諸兵、意味名は与とも、明治一新以降も、小倉諸兵で知られる。教頭からは、帯西号とも言われる。また小村寿太郎を見出したことで有名で、平田東介と共に更新制制度を兼議した。 西南戦争では、西郷隆盛率いる、四学校等中心の西郷軍側についた、盗撮所帯の一つ帯帯を盗撮し、西郷軍機兵隊総軍官となる。渡郷への戦いで戦勝し、江ノ竹近くの高畑山で、と副自害する。国高六十五国で乗馬以上の帯藩士である、長倉北郎の次男かつ長倉忍の弟として、出生。父の妹で兵のは、 平部南の妻である。なお南が記した、日向三期、か七において、長倉二郎衛門城の子孫を、長倉北郎き衛えとしている。十八歳の時に、すでに死死のおのためえ門を亡くしていた、尾の九十九の婿養子となり、諸兵の代で、尾の氏から、尾倉氏へ改正している。尾の九十九の妻は、山田隆史生の娘で、小村善志郎の姉妹であり、 また九十九の娘で諸兵の妻となったため子は、山田隆史星の外孫で、小村寿太郎の父、官兵のいとこであった。平部右義金語より創術を学ぶ。江戸へ留学し、安井側権の門下となり、後に、帯藩の藩甲信徳道の苦闘士となる。母親戦争では、京都と摂津国間を奔走した。明治三年に、小村寿太郎を伴って、東京府へ上京し、 寿太郎を大学南校に入学させ、諸平自身も明治3年5月8日に大学別当の松平義長より大学南校の少な社長に任命される。大学南校の校風改革の一環として、旧ヨネザー藩士の平田東介と共に、更新制制度を兼議し、7月には大阪洋学校に校風改革のために派遣され、後に大学県大に進むとなる。 欧米留学と下付け明治4年に岩倉施設団より一足早く海外留学を命じられ、同年2月2日に横浜港を出港し、アメリカ合衆国ニューヨーク港経由で、同年4月1日にイギリスへ到着し、同4月4日にロンドンから兄の長倉忍に手紙を送っている。そのまま明治6年までイギリスやフランスへ留学する。なお、この間に、 帯藩の後ろ身である、帯県が、都の条件に統合される。明治6年政変により、西郷隆盛らがゲアするが、明治7年1月に、勝木慶五郎とともに、中東経由で帰国した、諸兵も、帯びゲげする。明治7年に起きた、佐賀の乱で敗北した佐賀西関東党首の栄党新兵や勝木慶五郎の高知県への闘争を手助け、したために、 金庫百日を命じられ、服役後に東京へ登って大倉省七党出資となる。ちなみに、明治九年に、都の条件と耳津県を合併して成立した宮崎県は、鹿児島県に統合される。明治十年二月に、西郷隆盛と、四学校等の桐野俊明や篠原国本らが、西郷軍を組織して、熊本県へ進軍して、西南戦争が起こる。 また旧帯藩においては、実刑の長倉忍や川崎慎五郎、伊藤直樹らにより、西郷軍に組みする帯帯一番隊及び二番隊が組織される。諸兵は帯帯を陳むするために、東京から帯に戻ったものの、最終的に帯帯に参加することとなる。なお、兄の長倉忍は、鹿児島県令大山綱吉に、 山口県や兵庫県などの絵、西郷軍の宣伝文を届ける戦士を命じられるも、同年2月14日に、福岡県久留米で逮捕される。諸兵は、帯隊3番隊を率いて、明治10年3月20日に、熊本県の帯隊と合流した。明治10年4月28日に、野村押介を隊長として、西郷軍機兵隊が結成されると、石井武之助と共に、 同隊の本営付けとなり、同年7月10日には、石井武之助や佐藤32と共に、西郷軍機兵隊総軍官となって、旧日光国や大分県を転戦した。しかし、西郷軍は、田原坂の戦いや上東海戦、茶屋の辻の戦いなどで敗北するなど次第に敗色が濃厚となり、同年4月2日に、隕石の岩倉智美の要請を受けた旧帯判知事の、 伊藤裕樹による西豪軍に加担しないように呼びかける手紙が届いて、帯体内に動揺が走っており、さらに同年7月27日には、帯が政府軍に陥落する。渡越の戦いと自害明治10年8月15日の渡越の決戦では、佐藤32と共に西豪軍騎兵隊五個中隊を率いて、熊田に残っていたが、 政府軍の攻撃で隊長の山崎佐平兵が負傷したために交代してきた熊本隊の救援に向かった際に諸兵は負傷する。西郷軍は渡越の決戦で敗北して長井村へ交代する。諸兵は北川村、川坂の神田支度で療養する。渡越の戦いの翌日8月16日に西郷隆盛により海軍の霊が出され西郷軍のほとんどが 政府軍に投降した。同8月17日夜に、西郷ら投降しなかった西郷軍残存兵は、江ノ竹の包囲網を突破した。療養中に加えて、野村押助ら同様に、江ノ竹特加湖決定の場にいなかった、諸兵も、江ノ竹特加湖の知らせを受けて、西郷らの後を追うが合流できずに、8月18日早朝に、江ノ竹近くの高畑山中腹で切腹した。 呂合の衆をもって、天下の太平にこうする者半年。いささかもて不明を恥かしめざるをにたり。しかれどもことこれに至る。また命なり。よろしく死をもってこの志を致すに、若飾りなりと言って自害したともされる。去年三十二、明治十年九月二十日に、郵便放置新聞において、小倉諸平殿が掲載される。はじめ帯の西山寺に埋葬され、後に、 かつての帯ン紙会当家の母大寺で、廃物希釈で廃寺となった、旧法恩寺跡との盗難農家に改装される。著作に、英国蘇生年法、英国地方、条例、品水路史などがあったとする。ありがとうございます。